の子供じゃねえか。こいつはただの人間じゃねえ。チマ、祠まで運ぶぞ。どうかなさいましたか。へえ、お前ガキの頃にもここに来たのか。じゃあ因縁の場所ってわけだな。父親に会いに来たようだが、そいつは無理だ。やれやれ、聞く耳持たぬか。来たな。待ってたなのよ。驚いたか。先に来て、ランディオル大帝やこの魔界について調べておいたのだ。ランディオル大帝のいる覇王城は4つの結界の祠によって守られている。そしてそれぞれの祠にいるのが暴将ディオロスの配下である守護四帝だ。つまりまずはそいつらを倒しゃいいってことだな。戦いに疲れたらここに戻れたいいなの。泉の力で傷を治せるなのよ。よし、じゃあどの祠から行くかはお前に任せるぜ。来たな、第二王子。わしは守護四帝が一人、暴幕をついえち。ランディオル大帝がなぜ異なる種族との間に三人の子を作ったか、お主にわかるか。それはより強い後継者を得るため、魔族以外の種族にも可能性を求めたのだ。だが一番強かったのは魔族同士の子供である我らが暴将ディオロス様だったわけだ。ディオロス様より弱いお主に存在価値はない。わしがこの世から消し去ってやろう。これを。ディオロス様に栄光あれ。俺は守護四帝が一人、十魔皇ギガファング。久しいな。と言っても覚えていなかろうが、
幼い頃のお前とリュノはいつもディオロス様の後ろをついて歩いてたもんだ。お前は特に兄によく懐いていた。生ずれば敵対するしかない定めだというのに。せっかくの再会だが、これが俺の使命。お前にはここで死んでもらうぞ。呼ばなかったか。ほほ、お前は第二王子か。我は守護四帝が一人。竜魔皇ドラゴニカ。風雷坊の第三王子リュノにはもう会ったか。あいつの母親は謎が多い。特殊な力を持つエルフだったそうだが、今どこにいるのか全くの不明だ。そのような不穏分子は早めに消すに限る。これから我に消されるお前のようにな。私は守護四帝が一人、幻魔皇キルローズ。あなたの母親ミオレ様のことよく覚えているわ。ミオレ様はもともとは人間界のお姫様。とてもお美しく聡明な方だったわ。魔界にいた時、私たち守護四帝に対してもよく微笑みかけてくれたものよ。その息子さんと戦うのは悲しいけど、
これも宿命というもの。さあ、行くわよ。これを。申し訳ありません、ディオロス様。これで全部の封印を解いたな。さあ、次はいよいよ覇王城だ。ここが覇王城か。勇者に殺されることもなく、とうとうここまでたどり着くとはな。あなたが暴将ディオロス。勇者の怒りを貴様に仕向けるためわざわざ奴の村を滅ぼしたというの。それがお前の狙いだったんだな。勇者を生かしたのもわざとだったってことか。しかも魔物を攻撃できぬ己の呪いに魔物を刺激することで打ち勝つとは。さすがは我が弟、見上げたものだ。だが少しばかり夢を見すぎたようだ。父上になり代わって魔族の王になろうなど思い上がりも甚だしい。その野心はここで潰させてもらう。相手はお前だけじゃねえのかよ。全軍かかれ、奴らの息の根を止めてみせよう。こんな大軍相手じゃいくらなんでも。その首俺様がもらった。危ない。 あなたは勇者ソロさん。なぜあなたたちが助けを。話は後だ。この大軍は俺たちが引き受ける。ここは我らに任せてもらいましょう。私はあなたのこと絶対に許さないけどね。そうです、姫様の言う通りです。あら、近くで見たら予想以上にいい男じゃない。もう姉さん、真面目にやって。私もまだまだやりますよ。やっとガーデンブルグの牢屋から出られたんですから。おのれ、貴様ら。
お前は暴将ティオロスを倒せ。弱き者どもが舐めた真似をしよって、貴様を殺した後あいつらも葬ってやる。貴様の願い通り、私が直々に始末してくれる。己の血でこの魔界の地に母姫を刻むがよい。さあかかってこい。私が貴様ごときに敗れるだと。勝った。魔界最強の相手に。おい、まずいぞ。ディオロス様が暴走する。全軍逃げろ。なんだ。油断したな。仲間の魔物を失ったお前にもはや私に勝つ術はない。さあお前自身の力で私にかかってこい。やはり私には攻撃はできぬか。さすが父上の呪いは強力だな。よし、お前に命乞いのチャンスをやろう。己のこれまでの愚行を認め、我が足元にひざまずき。そうすれば。何？貴様、勇者。導かれし者たち、私はその力を見誤っていたというのか。お前を倒すのは俺だ。他の者に決して手出しはさせない。だが雌雄を決するのは今じゃない。お前がいずれ魔族の王となった時、俺は必ずお前を倒す。あれ、あなたの仲間たちでしょ。
されたモンスターたちを皆で手分けして集めてきたのだ。我ら炎竜三兄弟、王子のピンチには必ず駆けつける者なり。中心ムジャラ、中心メタリカ、またの名をあなたの手先としてここに参上。次はとうとうランディオル大帝との決戦、今こそその力を示す時です。あなたエビルプリスト様の仇を絶対取ってくるのにゃ。あちあちだな。さあいよいよ最後の戦いですね。たった一人でここまで来るとは、さすがは大帝の大名王子、見上げたものですね。我が息子よ。これがランディオル大帝。なんだこのやべえ気は。これまでの奴らと全く次元が違う。兄ディオロスを打ち破ったそうだな。余は己の後継者に強さを求めた。そのために我が子に過酷な試練を与えたのだ。お前には魔物を攻撃できない呪いよ。だがお前はモンスターマスターになることで己の呪いを克服し、ついに兄ディオロスをも打ち倒した。見事だ。お前こそ我が後継者にふさわしい。お前はこの魔界の王になるために来たのだろう。ならば余は認めよう。お前こそがこの魔界の王であると。ただし今この時よりお前は世に付き従うのだ。それで構わぬな。よくぞ言った。お前は今からこの魔界の王だ。しかしどうやら本心は違うようだな。世を倒す野心の炎は消せないということか。お前が敵として我が前に立つのなら、たとえ血を分けた子であっても滅ぼさねばならぬ。己の無力さを思い出させてやろう。封印球蛇国楼。少しは成長しているようだな。よかろう。ならば余の全力をもって相手してやる。すべての運命に決着をつけましょう。ようこそ
魔界の頂点に君臨する古今無双の帝王、我が術のすべてをその目に焼き付けるがよい。面白い。さすがはミオレの忘れがたみよ。どうやらこの力を使う時が来たようだな。神代の秘術よ、今こそ我に究極の力を与えたまえ。究極進化の秘宝、信じられぬ。まるで生まれたばかりのように全身に力がみなぎっている。これが進化の秘宝の本当の力なのか。こんなに凄まじい闘気は見たことが。ミオレ、感謝するぞ。これほどの才能をこの世に生み出してくれたことに。さあ、最後の戦いだ。お前の全身全霊を我が魂に叩きつけてみせよ。これを。
ほう。よくぞこれほどまでの力をつけた。お前のような強き者がいるのならば魔界の未来は安泰であろう。我が後継者よ、お前の呪いを解いてやる。これで世を殺せる。新たなる魔界の王者よ、自らの手でとどめを刺せ。殺さぬ。魔族の王になるのならば親子の情など不要。さあその剣で世を切り捨てるのだ。やっぱりお前は俺の一生の相棒だ。ここは魔の生きる世界だ。強き者が尊ばれ、弱き者は死にゆくのみ。たとえ一時魔王が不在になったとしても、すぐに強き者が現れ、次の王に名乗りを上げる。世の役目は終えた。ここを去ろう。我が魂は懐かしき者たちのもとへ。
魔族と人間の血を引きし者よ。よくぞランディオル大帝を打ち破った。少年だったお前が父を倒すと誓ってからどれほどの月日が流れたであろう。あの時のお前は人間になることを拒み、魔族として生きる道を選んだ。今はどうだ？魔族と人間、どちらとして生きる道を望むのか。そうであろうな。お前はそう言うと思っていた。その姿のまま生きていくがいい。それが本当のお前なのだ。さらばだ、魔族であり人間でもあるものよ。いずれまた会う日があろう。長い旅がようやく終わったな。しばらくはゆっくりしようぜ。あ？またすぐに旅に出る？仲間のモンスターをもっと強くしたいって？やれやれ、お前の旅には終わりってもんがねえな。わかったよ。俺もまだまだ魔法の素材を探すとするか。よし、じゃあ行くぞ。あちあちだぜ。